そう思った最後で止まらないように Go 信じたい叶えたい夢まであとどれくらい誰も行ったことがない場所へたどり着くまでは僕ら止まれない多分しんどいけどどうかよろしくねねねたまに目で僕だけじゃ作れないもの僕とか君とか私とか恋とか愛とかまとめて全部君を置いてI'm not afraid to die.
がまだまだまだあるけど驚かせたいから内緒なんだ。君の愛がいつも勝っちゃうこと許さないよ。Sega. さまようことに疲れ果て、
じっくり可愛がってやる。レベルアップだ。よくやった。いらっしゃいませ。買わないんだったらさっさと帰ってくださいね。バッチリですね。壊したら殴りますよ。バッチリですね。壊したら殴りますよ。バッチリですね。壊したら殴りますよ。はい、できました。大事に使ってくださいね。殴りますよ。
警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。思いついたぞ。
なきゃ無理だ。見えました。そこ気持ちいいですね。行くか。そこだ。楽勝ね。なんていう手前だ。準備できてるわ。可愛い男がいっぱいね。私の番ね。こっちに弾は残ってる。発見したわ。行動を開始します。儲かりますか。もう終わり？へえ、やるね。いけるわよ。そこは必ず取り返すぞ。
撃してあげる。教育。もう終わり？この調子で攻め上がるわよ。行動開始する。この調子で行く。慌てる必要はない。そこだ。敵撃破。目標撃破確認。行くか。止めた。ありがとう。行動開始する。答えは必ずある。当てる。仕留めた。敵発見。私の番ね。
開始する。筋が通らないな。そこだ。敵撃破。いい流れだ。撃破。男はどこかしら。教育。もう終わり。味方がやられた。お前ら気をつけろ。帰ったら一杯奢ってやるよ。見つけたわよ。隊長より各員へ持ちこたえろ。緊急要請、負傷者のケアを急げ。出撃してあげる。見つけたわよ。ここはまずい。撤退だ。問題ない。逃がしはしない。ふん、手応えのない。敵は手を逃がさないで。俺の出番かい。いいぞ、楽しくなってきた。楽しんでる。おしまい。やっぱバブル。
を甘く見るな。シューペオ出番のようね。話にならないわ。エーセン、エーセン出番のようね。もう終わり？向こうにもあんな奴がいたとは。
ってやるよ。見てないよ。死んでる。これで何人目だい？この調子で攻め。獲物だ。まあ見てないよ。気持ちいいね。楽しんでる。これで何人目だい？なかなかやらせないか。まあ見てないよ。ショータイムだ。これで何人目だい？やった！これで進める。ここは中
みんな、ご苦労だった。よし、じっくり可愛がってやる。新しいオーダーの発令を許可しよう。嬉しいか、犬ども。イムカ、君一人が戦っているんじゃない。俺たちも一緒だ。撃破。
慌てる必要はない。緊急要請、救護班出動だ。行動開始する。当てる。俺がついてる。補修の時間よ。よっしゃ。クソをやりやがったな。ならないわ。今がチャンスだ。するぞ。行くわよ。どうすればいいの？行くわよ。はい。楽勝ね。なんてやつらだ。We'll be right back.
動しろ。どうしたんだ。できなかった。楽勝ね。大隊、狙われてるぞ。私行きます。前進、前進。くらえ。やったー。助かった。これで何人目だい？エース！エース！
もう終わり？追われている。見つけたわよ。出撃してあげる。教育。話にならないわ。目標敵は確認。行動開始する。行けるぞ。行くか。私の番ね。なんか訓練と全然違うぞ。俺はダメだ。足が動かん。私の番ね。みんなの役に立ちたいの。敵発見。みんなのために。敵の方法は緊急要請。救護班出動だ。私の番ね。私の番ね。敵発見。行動開始します。私の実力なら大丈夫。行くわよ。やれるわ。
開始します。やれるよ。くそ、外したか。行くわよ。イムカはまだ戦っている。俺たちも粘るぞ。
よし、じっくり可愛がってやる。新しいオーダーの発令を許可しよう。嬉しいか、犬ども。勝たねばならない。行動開始。手応えのない。行動開始。負ける気がしない。問題ない。嫌いじゃない。問題ない。問題ない。逃がしはしない。問題ない。手応えのない。敵。行動開始。敵。外さない。嫌いじゃない。
問題ない。行動開始。嫌いじゃない。行動開始。負ける気がしない。問題ない。問題ない。行動開始。行動開始。行動開始。食べたくない。問題ない。行動開始。行動開始。行動開始。
行動開始。問題ない。嫌いじゃない。行動開始。敵外さない。手応えもない。行動開始。外さない。
逃がしはしない。手応えのない。行動開始。問題ない。嫌いじゃない。問題ない。この程度の戦い、負けるはずがない。一小隊での攻撃、ガリア軍本体に動きはない。つまりいるのは分かっている。出てくるがいい。陽動の目的は読めていた。狙いが殿下ではなく私だとは思わなかったがな。楽に殺せるとは思っていなかった。お前と話している暇はない。さっさとかかってこい。ティルカ村。ティルカ村？貴様の青い炎が一瞬で焼き尽くした私のふるさとの名だ。あの時の私は貴様を殺すために生きてきた。ティルカ村最後の生き残りだ。それが私を狙う理由か。ここで死んでもらうぞ、バルキュリア。私はバルキュリアではない。一人の人間だ。何？あの力は二度と使わぬと決めた。貴様、舐めているのか。かかってこないのか。私を殺しに来たのだろう。ああ、殺してやる。このチャンスはあの人クルトがくれたものだ。無駄にはできない。クルト、クルト、私に力を。よく止めた。だが、死ね。その動き、お前は何を驚いている。私はバルキュリアを殺しに来たのだ。何度も命拾いさせるほど私は甘くないぞ。改めて勝負を申し込む。ティルカ村の生き残り、イムカの決闘を受けろ、バルキュリア。二度と使わぬと封じた力。しかし殿下のため、ここで不覚を取るわけにはいかぬ。よかろう、これで満足か。バルキュリア、今こそ無念を。死ねないんだー。
前の手で死ぬわけにはいかない。お前の村を壊滅させたことも、私が死することも、全ては殿下のため。滅びし村の生き残りよ、終わりだ。だがお前にはここで死ぬ資格はない。復讐を挑み敗れて死ぬ、それはそれで満足だろうが、私は断じて許さん。お前にはまだ戻るべき場所があるのだから、楽に死ねると思うな。私とてまだ諦めたわけじゃない。要塞防衛に成功すればまだ戻る場所が。殿下、来るとまた敵部隊が出てくるわ。キリがねえぜ。当たり前だけどよ、敵は戦力を小出しにしている。まだ粘れる。イムカ、来たな、犬ども。警戒を厳にしてくれ。油断するなよ。
持ちこたえろ。なかなかやるせないか。
勝者のケアを急げ。標的を確実に破壊しろ。隊長より各員へ持ちこたえろ。私行きます。お仕事よ。
敵の抵
私の出番か。敵撃破！この調子で攻め上がるわよ。行くか。ドゥルヤ！あの世で会おうぜ。押されている。応援を頼む。稼ぎますよ。
開始します。わしの出番か。ドルヤ敵結果、敵は病院を逃がさないで。私の番ね。やつらおじけづいてるぞ。私の番ね。みんな、ご苦労だった。敵が引いていきますよ。見て、代わりに誰か出てきたわ。私は帝国軍ガリア方面進行部隊指揮官セルベリア・ブレス大佐だ。ガリア軍部隊に次ぐ、これより捕虜1名の引き渡しを行いたい。あれは？ただし捕虜引き渡し後は速やかに撤退することを条件とするが、交渉に応じる気はあるか？了解した。戦闘行動を中止し交渉に応じる。では代表者1名が引き取りに来られよ。先ほど捕獲した騎軍兵士を引き渡す。隊員への恩情感謝する。伝言を頼みたい。構わないか。受けたまわろう。勝者より敗者に次ぐ、この敗北を背負い生き続けろと。わかった、必ず伝える。それとクルトというのは機関か？私だが、その名をどこで？
そうか。では、もう一つ頼みがある。お前がこの子の戻るべき場所、ふるさとになってやってくれ。え？さらばだ。翌日、ガリア軍のギルランダイオ要塞攻略作戦が開始された。義勇軍第三中隊第七小隊の働きにより要塞は陥落。セルベリア・ブレス大佐はバルキュリアの力を使うことなく敗北した。そしてバルキュリアの最後の炎を燃やし、要塞に集結したガリア軍主力部隊を道連れに。爆死した。気がついたか、イムカ。ここは死んでない。戻ってきたんだ、君は。なぜ？バルキュリアはどこだ？まだ復讐は終わってない。彼女は、セルベリア・ブレス大佐は死んだ。ギルランダイオ要塞は大爆発を起こし、跡形もなく消滅した。捕虜となっていた彼女も生きてはいないだろう。そんな、嘘だ。信じられない。嘘ではない。いくらバルキリアでも、あの爆発では。間違っている。なぜ奴が死んで私が生きているのか。そんなはずはない。君の復讐は終わった、イムカ。銃を貸せ。何をする。奴を追って地獄へ行く。復讐はまだ終わっていない。何を言ってるんだ、よせ。バルキュリアを殺すために生きてきた。奴が死ねば私も死んでいい。地獄で奴に復讐する。生に未練はない。君を生かしたのがセルベリアだとしてもか。彼女は君を殺さず、捕虜として俺に返しに来た。ありえない。私を生かす理由がない。彼女から君へ伝言を頼まれている。勝者より敗者に次ぐ。この敗北を背負い生き続けろと。生き続けろ。生きろ。生きろだと。こんな無様に生き残った敗者に生きろというのか。私には生きる意味などない。復讐のない世界では生きていけない。イムカ、俺のためではダメか。俺はまだイムカの目的に協力するという約束を果たしていない。約束を果たすまで俺のために生きてくれないか。目的はもうない。目的は変えてもいい。復讐の他にはない。だったら
俺も一緒に地獄へ行こう。そんな、いけない。クルトは死んではいけない。いいのか、今、俺の名前を。初めて呼んでくれたな。呼ぶのは初めてじゃない。そうか。私のせいでクルトが死ぬなんて許すわけにはいかない。他に約束を果たす方法がないなら俺は君と地獄へ行く。約束は必ず守る。それが俺の生き方だ。困る。目的なんてない。なければ探そう。今すぐじゃなくていい。どうしていいかわからない。地獄に行きたくなったら言ってくれ。その時は俺も一緒だ。嫌だ。一緒には行きたくない。嫌われたものだな。そうじゃない。全然分かってない。ガリア軍のイルランダイの要塞攻撃には参加しなかった。この攻防で両軍はバルキュリアを出さず、結果としてガリア軍が勝利する。遠方にてギルランダイの要塞の爆発を見たネームレス一同は、あまりにも凄惨な爆発と被害に言葉もなかった。ランドグリーズ決戦。10月7日、ギルランダイオ要塞をガリア軍が攻略。帝国軍の司令官セルベリア・ブレス大佐はガリア軍の捕虜となった。同日、南東部の国境を越えて帝国軍の陸上戦艦マーモットが侵入。さらに翌10月8日、ギルランダイオ要塞は突如大爆発を起こし、ガリア軍主力部隊は要塞もろとも跡形もなく消滅した。目撃者の証言によると、要塞の塔から無数の青い光が放たれ、その輝きが要塞を包み爆発したという。
さんがわざわざここまで来たのは他でもない。最高と最低、二つの伝達事項があるからだ。何でしょうか。最高の方はネームレスの全隊員に懲罰恩赦が出たってことだ。全員に恩赦がですか。そうだ、ネームレスは正規軍所属に復帰するのみならず、懲罰部隊ではなく正規軍の通常部隊として扱われることになった。ナンバー故障は廃止だ。行動も軍の記録に残される。懲罰も軍規通りに与えられ、隊員の退役も任意に可能となる。ネームレスではなくなるということですか。そう、お前さんは達成した。ネームレスから這い上がるという目標だ。そうですか。最初に考えていたのとはまるで違う道のりでした。おい、もう少し喜べよ。この結果は隊員たちと共に勝ち取ったものですから、後で一緒に喜びます。その言葉、出会った頃のお前さんに聞かせてみたいぜ。キャンディー屋が儲かりますね、間違いなく。キャンディーを噛むあれが変な癖だな、まったく。なお、手続きの都合上引き続き諜報部の直属部隊ということになる。制服はそのまま、上官も俺さんのままだ。喜んでいいぞ。それが最低の伝達事項ですか。だったらよかったんだけどな。帝国軍の巨大陸上戦艦がランドグリーズへ向かって接近中だ。陸上戦艦？軍艦が地上を走ってると想像すればいい。そんな巨大な物体が地上を走る。実物を見るまでは信じられません。そりゃそうだろうよ。だがこいつの足がまた速くてな。もうランドグリーズに到着した頃だ。早い。そんなことが可能なのですか。そこで正規軍部隊となったお前さんたちの初仕事だ。首都ランドグリーズを奪還してくれ。知っての通り、ガリア軍の主力部隊はギルランダイオ要塞で謎の大爆発に巻き込まれ全滅した。残っているのはわずかな各地の守備隊と一部義勇軍、そしてお前さんたちだけだ。勝て、いいな。はっ。ラハウ隊やグスルグもまだ健在のはずだ。この状況では彼らも無視できない。どう動いてくる。断る。本当にいいの？ボルジア様に伝えるわよ。ランドグリーズを爆破するなど私にはできん。エヒドナの動力炉を暴走させてやればランドグリーズぐらい簡単に吹き飛ばせるわよ。簡単だと？成功すればあんたたちの夢、ダルクス人独立自治区の建設を認めるとボルジア様は言っているわ。おいしい話だと思うけどね。できぬ相談だ。自信ないんだ。確かにアイスラーとマクシミリアンをまとめて消す妙案だ。だが
ランドグリーズに住む罪なきダルクス人同胞を殺すことはできない。その程度の犠牲を嫌がってるわけ？その程度？同胞の命は軽いものではない。独立自治区建設は夢、実現すべき理想だ。だからこそ罪なき同胞の犠牲の上に立ててはならないのだ。同胞を大量虐殺して手に入れた独立に誰が希望を持つのか。ことあらば体制のためと平気で民を殺す指導者を誰が支持する。私は独立という結果が欲しいだけではない、独立を続けたいのだ。世界中のダルクス人の心に希望の火を灯し、その火を消さないためにな。ご立派な思想だけど、断ればボルジア様とは手を切ることになるわよ。残念だがそうなる。アイスラーが自白すればユグド教団は彼を処断する。追放か、あるいは暗殺だろう。これまでの働きは水の泡になるのよ。やむを得ない。マクシミリアンの配下として出直す。独立は遠のくが理想は捨てぬ。今後も戦い続けていく。全ダルクス人の幸福のため、その姿勢を貫くことも私の使命だ。そう。さてどうしようかしらね。ボルジア様が失脚したら私も困るし。状況を説明する。よく聞いてくれ。よろしく頼む。それでは行動開始。散々な僕のことを呼んでくれてありがとう。
から。